自分の近い年齢で恐れちゃうっていう。この青年の後輩は殺した側も近い年齢っていう感じで、この青年の先輩に殺害された。なんで殺さないといけないのかなっていうふうに思いますね。事件は今から6年前の2015年2月、川崎市にある多摩川の河川敷で起きてしまった。当時中学1年生だった上村亮太くんは、地元の先輩である18歳の少年たち3人によって工業用カッターナイフで40箇所以上を切りつけられていた。事件は連日報道され続けていた。私たちはこの事件を改めて取材したいと思った。それはどうしても気になる一つの記事を見つけたからだ。週刊誌の片隅に書かれていたある出来事、それは上村君の通夜の会場で起きていたという。10か15名ほどの地元の不良が集まり大騒ぎになったんです。勝手に撮ってんじゃねえと叫びながら報道陣の脚立を蹴ったり、アナウンサーの胸ぐらを掴んだり、パトカーが出動する騒ぎになりました。この地元の不良たちのことがなぜか気になった。この子たちは今何をしているのだろうか。そこで私たちはつてをたどり、一人の青年と出会った。この名指しされた不良の一人、上村君の仲間だったという青年だ。突然世間の耳目の渦中に追いやられた不良少年たちに、あの時何が起きていたのだろうか。自分の気持ちを当時表現できてたと思います。難しかったですね。なんか言葉にできないって感じでした。上村君と同じ年齢ほどだった少年たちにとって、身近な死を経験したことがある者はほとんどいなかった。そこに突然訪れたのが、あの仲間の死だったという。そんな経験を経た青年は、6年経った今、当時を振り返りドキリとする言葉を発した。今もう大人手ずるいなと。今回出会うことができたこの青年は20代前半、地元川崎市で肉体労働に従事しているという。6年前に亡くなった上村君のことを今もはっきりと覚えている。笑顔が良かったんで、ちょっとニコニコして、自分はゲームセンターでしか遊んでなかったですね。上村君の記憶は当然事件と切っても切り離せなくなっている。普通に出しちゃいますね。毎日撮っててもやっぱりそうですね。仲間内ではカミソンと呼ばれていた上村君、誰にも好かれる愛嬌のある少年だったという。一方、主犯格の
当時18歳の少年 A については少し意外な印象を話してくれた。当時の報道では同級生に相手にされず年下ばかりとつるんでいたと報じられていたが、自分が見た時の印象とかは悪い感じじゃなかったんですけど、ね、当時の報道だといじめられてたとか悪いやつだったとからしいです。そういう印象って全然なかったんですよ。先輩とか仲良くなったイメージでしょ。特になんか信じられてる。そんな地元の仲間であった先輩と後輩が加害者と被害者となってしまった。逮捕されたって聞いた時、まさか逮捕するのかって感じでした。上村君が亡くなったって聞いた時はどうか、あの子が、当初受け入れられなかったその事件が現実となったのは、遺体が見つかった数日後、現場に献花に行った時だったという。ちょっと見に来ただけですね。愛しておいたんだ。その現場にはすでに多くのカメラが待ち構えていた。そして花を手向けようとするとマスコミが押し寄せ、上村君との関係を根掘り葉掘り聞いていた。この青年はそれに耐えられなかった。手を合わせることもなくその場から立ち去ったという。しかしそのマスコミは少年たちの遊び場にまで押し寄せてきた。そんなに聞いてどうするっていうのもありますけどね。もうすぐね、踏み込んでくるみたいな感じで。最初は相手にしなかったというが、次第に一人、二人と話し出す仲間が現れた。なんでも、お金で、とか、物で釣ってとか。そういうところでは今もう大人削りになったとか、そういうふうにやっぱ情報を取ってるんだなっていうのは思いました。多分いくらぐらい覚えてます？自分の友達たちは、まあ、ご飯を連れてってもらって実際にまあ現金同行っていうのはちょっと直接は見てないんですけど、で話してみたいな感じでした。経験豊富な記者たちは当時10代の少年たちを言いくるめることなど簡単だったのかもしれない。そうして少年たちにとって悲しみを実感することもなく迎えたのがあの通夜の日だった。通夜会場の前にはいつにも増してマスコミが大挙して押し寄せていた。そして週刊誌に書かれた警察沙汰が起きてしまう。もういいだろうと聞かなしつこいとか多分思ってたんですかね。それで結局跳ねて釣ってたりとかしてたとは思いますよ。やっぱり自分の気持ちとか悲しいとかっていう気持ちですら、それはどう表現したらいいのかっていう。そうですね。何も知識がない分そういう風な結果になったって感じですかね。この青年はその後マスコミと接していた友達とは自然と距離を置くようになった。ただ一度だけ
成人を迎えた後、その時の話を聞いてみたことがあるという。お金の稼ぎ方とか分かってから何してたんだろうなってるんじゃないですか。ご飯連れてってもらって何も気にせず頼んだりしてて、で結局お金払わず、まあ、残したりとかもしてて、今後悔してるんですかね。後悔してるっていうのも聞きました。上村君っていう仲間友達を売ってしまったんじゃないかっていうか、そういう葛藤がその大人になってから多分そう思ってるんじゃないですかね。当時不良少年たちと報じられた上村くんの仲間たちには、殺人事件とは別の傷が今もくっきりと残っている。そのことをその仲間たちと話すことってあります？事件のこと、上村くんのこと。なくなっちゃいましたね。本当に1年2年ぐらいですかね、経ってから。その後はもうないですね。それに対して改めて今どう思ってますか？仕事をし始めて今考えると、やっぱりマスコミの人たちも仕事でやってるんだなっていうふうに思いますけど、やっぱり聞かれる側は悲しい人たちもいるんで、それを普通にズカズカと聞いてくるといい気分ではないですね。事件、そしてその後の報道によって翻弄された少年時代。取材の最後に青年は語った。事件の記憶は忘れ去りたいという一方で、忘れられないのが仲間、カミソンの笑顔。上村くんは生きていれば今年二十歳を迎えるはずだった。二十歳になったということは、お酒とかも一緒に飲めたりできるんで、一緒にご飯行ったりとかしたいですね。